岡見城は茨城県牛久市、岡見町にあった日本の城。室町時代から戦国時代に活躍した岡見市の城で、小野川に面した岡見の大地に築城され、南北朝時代から戦国時代まで使われ、土類や空堀の跡が残っている。岡見市は南北朝時代にこの地に城を築き、岡見の地名を名乗るようになったと言い伝えられている。 その後のカミ城についてはつまびらかではないが、小田原征伐の際に廃城になったものと考えられる。カミ城は、館の周りに空堀を掘り、土塁で囲ってある。本格は城山と呼ばれ、城の中心になっている。本格の東側にも土塁に囲まれた角がある。本格の東側を下ると、溜池があり、その東側にはもう一つの角跡が残されている。 天保四年に書かれた、おみ村の絵図が土浦市美港に掲載されている。この絵図には三箇所の古城が描かれており、本格、西戸の名伝があったことがわかる。ここには、土類、大堀、大手などが描かれている。また、おみ市が天正十年に創立した宝釈寺が北側に描かれている。南側にあった、おみ城南殿と北側の本格。 西狂和の間の山には、おみ氏の氏神を祀った八幡社が描かれている。ここには、小野川寄りに長いドルや跡とマス型の大手が見られ、城の一部であったものと推察される。おみ氏の始祖をたどると、いくつかの系譜がある。小田氏系譜によると、小田春久の伊億二にともがおみに住んで、おみ西殿と言われたとされる。一方、大英二年、メラ文書旦那岩門写氏には、 日立国織田の一族河内群、岡見号に、名伝三郎町議の名が記されている。ありがとうございます。